はい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 。いおり、マジで、どないしたん？ほんまに。まあ、8月9月、8月ぐらいからかな。悪かったけど、じゃあ、なんで悪いのかとか、どうやったら良くなるのかっていうところを今日ちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと山崎伊織投手についてね、ちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。はい、非常にね、もう僕自身も悔しいと、うん。そんなピッチャーじゃないよというふうに思ってると。うん。で、まあ僕この YouTube でもいろいろ言ってきたことあると思いますけども、まあその山崎伊織投手っていうのはね、非常にセンスのあって、まあ、ゆくゆくは巨人のね、エースになっていかなければならない素材だと僕思ってます。はい。その前に、すいません。ちょっと告知させてください。チャンネル登録者数ね、5万人目指してますんで、500人違うよ。5万人目指してますんで、ぜひね、まだ方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。すいません。どこで挟んでんねんって話ですけども。はい。で、まあ、巨人のエースになり得る存在だと僕思ってるんですね。で、まあ、黄色の試合ね、ちょっとさらっと振り返っていくと、まあ、あんだけね、得点を取ってもらったにもかかわらず、うん、なかなか、こう、ピシッとした、締まらないというかね、うん、だって、2回までに6点取ってもらってるわけですよ。6点取ってもらってて、で、2回裏に1点取られて、で、3回裏に3点取られて、6-4まで追いつかれてるんですね。で、僕、昨日の解説でも言ったと思うんですけど、アウトにはなってるものの、アウトに、まあ、打ち取ってるもののね、結構いい打球を打たれたりとか、まあ、ポジショニングが良くて、まあ、アウトになってたりとかっていう打球って結構あったじゃないですか。で、じゃあなんで、そもそも山崎伊織投手、ちょっと最近良くないのかなっていうところをちょっとお話ししていきたいと思いますね。で、まず前提として、今年の山崎伊織投手、そもそも、あんまり良くないんですよ。成績見てても、四球、まあ、フォアボールも多いし、非常にウィップに関しても結構高くなってきてるし、で、去年とはやっぱり違うっていうのがまず前提なんですね。で、じゃあ、なんで打たれんのって。なんでいいピッチャーって、お前って、小山お前、いいピッチャーって言ってるのになんで打たれんのって話をしていきたいんですけど、まず何個か原因あって、二つか三つぐらい原因あると思うんですけど、まず一つ目が、まずコントロールが、良すぎる。良すぎるというか、揃えすぎっていうところなんですね。どういうことかっていうと、例えばですけど、まあ、昨日の試合とかでもそうですけど、一球、例えばストライク投げますと。初球に例えばストライク投げます。で、大体次ボールですよね。で、逆もしかりで、ボールから入ったとしたら、次絶対ストライクですよね。で、バッターが予想しやすいんですね。それっていいことじゃないかっていうふうに思うかもしれないけども、逆になんかそのバッターからしたら威圧がないんですよ。うん。で、まあ、フォームとかからしても、なんかその普通のオーソドックスなフォームじゃないですか。まあ、綺麗なフォームじゃないですか。うん。だから、バッターからしても、山崎よりは大体ゾーンに投げ込んでくる。うん。で、インサイド来るときも、まあ、例えば右バッターだったらね、まあ、大体シュートだろうっていうところがあって、そんなに、例えば、のけぞったりとか、なんかもうとんでもないボールあんま来ないって多分思ってると思うんですね。で、球も速いです、正直。マックス153から今年、出てますけど、まあ、大体、まあ、昨日の試合見てても149とか、8とか、まあ、常時それぐらいですよね、大体ね。7、8、9、それぐらいですよね。っていうことは、めちゃくちゃ球速いわけでもないですよ。で、じゃあ、めちゃくちゃいい変化球あるかって言われたら、まあ、スライダーが、まあ、多分一番自信ある。カットボールかスライダーがね、一番自信あると思うんですけど、やはり、そこの球も、見送られてくるとやっぱきつくなるっていうのがあるんですね。だから、じゃあ、どうしたらいいのってところなんですけど、まあ、赤星投手とかにも結構言えるんですけど、もう意図的に高め使ったりとか、あえて起こすようなボール。うん、その、普通ってピッチャーって、コントロール悪いピッチャーって、普通に投げてても散らばるからバッターって打ちにくいんですよ。で、まあ昨日の例で言うと、横川投手とかって、コントロール悪くないんですよ。正直言ってね。だけども、横川投手の場合は結構フォーム、
フォームとかがやっぱり左バッターとかだったら特に自分に向かって投げてこられるようなイメージだから、普通に投げててもやっぱちょっとバッターって怖さがあるんですよ、うん、だけど山崎伊織投手ってフォームのそういう威圧感というか、あの怖さも正直ないし、あのコントロールもいいんで、だからバッターは安心してると思うんですね、うん、正直、うん、で菅野さんとかも結構フォームは普通でコントロールめちゃくちゃいいと思うんですけど、菅野さんはあえて自分であの小林さんのね、高めを投げ使ったりとか、わざとこうインサイドギリギリの結構きついボール投げたりとかって結構あえて自分で調整して投げれるんで、だからフォームがおとなしいというか普通でも抑えれるんですよ、コントロールもいいしね。だから、山崎伊織投手とかっていうのは、ああいうところを目指していかないといけないんじゃないかなと思うんですね。だから、フォームを、例えば今からフォームを変えろとかって言われるのは、ちょっと違うと思うんで、難しいですし、それは人のバランスがあるんで、それが一番だと思うんで、それは変えなくていいと思うんですけども、やっぱり意図的に、やっぱりピッチャーが、やっていかないといけないというか、打者に恐怖心を与えないといけない。ある程度やっぱり。うん。あ、これ、こいつ、俺の胸元とか、体の近いところ、もしかしたら当ててくるかもしれないぐらいに、ある程度やっぱちょっとは思わさないと、やっぱりこう、簡単に踏み込んでこられるし、やっぱコントロールいいから、内か外どっちかやろって思われたら、やっぱきついんで、だったら高め使ったりとかしていかないとやっぱ厳しいと思うんですね。うん。で、あとはですね、まあなかなか、難しいところではあるんですけど、まあそうですね、キャッチャーっていうところも意外と変えた方がいいんじゃないかなと思ってて、別に岸田選手が悪いとかっていうふうには全く僕は思ってなくて、むしろいいと思うんですけども、たまにはね、そういう違うキャッチャーは、が、入って、で、やっぱり同じ人間じゃないんで、やっぱりこう、例えばですけど、大城さんが思う山崎伊織投手とか、岸田投手、星が思う山崎伊織投手、で、小林選手が思う山崎伊織投手って、やっぱり三者三様なわけですよ。絶対被らないわけですよ。うん。まあ、被ってるところはあるかもしれないけども、山崎伊織ってこういうピッチャーだよねっていうところあるかもしれないけど、やっぱ細かいところを掘っていくと、やっぱりこう、キャッチャーの目線はやっぱ違ってくるわけですよ。だから、たまに大城さんと組んだりとか、例えばベテランのね、小林選手と組むことによって、新たな、ね山崎伊織投手の、まあ、発見であったりとか、新たな自分の良さみたいなところも気づけるところもあるかなと思うんで、別に僕は、岸田選手がね、悪いとか、そういったことは全く言ってないですし、全く思ってないんですけど、ちょっとね、あまりにもこの、打たれてるというかね、うん、ちょっとこう、負の連鎖というか、そういったところがあるので、ちょっと、例えば、小林投手に、ちょっと任してみたりとか、大城さんにね、任してみたりするっていうのも、一つ、僕は手だと思うんですね。だから、まあ今、まあ結構岸田選手と組んでて、まあどっちもね、若手なんで、これから、まあキャッチャーの岸田選手も育てていきたいって思ってるだろうし、山崎伊織投手もこれから巨人のエースになっていってほしいっていう風な、まあ、首脳陣の考えがあるのかなと思うんで、ちょっと早めの段階からね、そういう組み方をしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、でもあまりにもね、やっぱりこう2年連続で、まあ9勝か、もう登板ないですよね。登板ないというところで、10勝届かずというところで、少しそこで足踏みしてる感はあるので、まあ、もう今年登板はないと思いますけど、まあ、もしかしたら、CS だというか、日本シリーズというかでね、投げる場合の時に、ちょっと違うようなね、まあ、相手も研究してますから、そこのね、裏をかくという意味でも、違うキャッチャーを、スタメンに、添えるっていうところも、十分考えられると思うし、うん、うん、やっぱり絶対ね、配球同じにはならないんで、そういったところで、まあまとめると、やっぱり揃えすぎるっていうところ、あえて、意図的にやっぱりこう、危ないボールというか、バッターが嫌だなと思うボールを投げていったりとか、まあキャッチャーも変えていったりとかするとかね、うん、まあせっかく中12日ももらって、やっぱ、いろいろね、体のことも、まあ疲労も、やっぱと、ある程度やっぱ取ってきたと思うんです。でもその中でも、打たれてしまうというのは、なかなかね、根本的なところが、ちょっと違うのかなというふうに思うので、僕はそういった二つのことですね、試してみると非常に面白いのかなというふうに思うし、もし僕が、バッターとして、山崎伊織投手と対戦するとしても、コントロールがいいんで、多分怖くないって言ったらあれですけど、踏み込んでいけると思うんですね。外か内かで、シュートかスライダーやろっていうふうなところでね。
まあ、真っ直ぐすごく力ありますけど、そういった待ち方をするかなというふうに思うので、多分僕がそういう待ち方をするってことは、まあ、プロの打者はね、僕より、技術もありますし、野球のね、頭もね、いいわけですから、絶対ね、もっとね、詳細なね、感じで、待ってると思うんで、そこはね、やっぱり相手を、まあ、相手がこう思ってるんだったら、僕はこうやってやるよ、みたいな感じで、まあ、いたちこっこじゃないけど、やっぱプロって何回も同じような相手とやるわけなんで、自分がしっかりアップデートしていかないと、相手もそれに、ついてくるっていうところがありますから、そこはね、ちょっと今、2年連続で休場って、まあ、戸郷もね、そういう感じの足踏みしてる感じの時ありましたけども、そこでね、戸郷はこう一気にこうポンとちょっとこう抜け出した感はあるので、そこで、まさき雄投手がどういうふうなピッチャーになっていくかとかね、どういうふうに成長していくかっていうのを、まあ今後ね、皆さんも一緒にね、見守っていきたいと思うし、僕もね、できる限りね、応援していきたいと思うんで、ぜひこれからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、終わっとこうと思うんですけど、最後にもう一回しつこいですけど、チャンネル登録者数ね、5万人目指しますんで、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知なんかもね、ポチッと押していただけると非常に嬉しく思います。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。